関根則幸は日本の自治官僚、政治家、消防庁長官、参議院議員、静岡県副知事を務めた、埼玉県引組吉見町出身。1943年、埼玉県立松山中学校入学。1945年、海軍兵学校入学。1948年、旧西浦和高等学校入学。 1953年、東京大学法学部第三類卒業、自治省入省。1957年、フルブライト留学生として、シラキュース大学、マンハッタン大学に留学。1960年、宮城県地方課長。1971年、三重県教育長。1976年、自治省財政局財政課長、大臣官房審議官。 1979年、静岡県副知事。1981年、自治省税務局長。1984年、消防庁長官。1988年、埼玉県知事選挙に立候補したが落選。1991年、名義隆の死去に伴う補欠選挙に際し、自民党公認となり当選した。 この選挙の投票率は17.80%と国政選挙としては過去最低を記録している。当選後は三塚派に属した。1992年、第16回参議院議員通常選挙で再選。1996年、科学技術政務次官に就任。1997年まで務めた。その他、自由民主党副幹事長。 参議院国土、環境委員長、建設委員長、地方行政委員会理事などを歴任した。1998年、第18回参議院議員通常選挙で、自民党埼玉県連は2位議席獲得を目指し、関根と新人の栗原実を擁立。関根の当選は確実であると見られていたが共倒れに終わった。落選後は、再出馬の意思を示していたが、 健康上の問題により、政界より引退した。2000年春の叙勲で、訓に当局日、重光明受賞。他に、静岡健康法協会会長、社団法人埼玉県消防施設協会顧問、日本防災士機構常任顧問、学校法人埼玉医科大学理事、山岳協議会顧問、防災情報機構常任顧問などの要職を、歴任している。ありがとうございます。